こうした中、今日大分市の府内高校では電動キックスケーターの安全講習が行われ、およそ100人の生徒が参加しました。警察や販売店の指導のもと、試乗した生徒たちは慎重に運転していました。カーブするのが難しかったから、そこはしっかり乗るときは練習してから乗った方がいいなと思います。講習会に参加した販売店は、安全に気をつけて楽しく乗ってもらいたいと話しています。